ありがとうございます。今回はピーマンを使った簡単料理を作ります。今日の材料、ピーマン3個、卵1個。まずはピーマンを半分に切って洗いながらヘタ、種を取っていきます。自分ごとですが、この前2日くらい前にピーマンを買ってきたのですが、その次の日、ありがたいことに大量にもらえたので、今うちにめちゃくちゃピーマンがあるので、ピーマン料理が増えるかもしれませんのでご了承くださいね。ピーマンを洗ったら千切りに切っていきます。切ったら卵を溶いていきます。フライパンを温めます。中火、サラダ油、適量。油が温まったら卵液を流し込んで軽くスクランブル状にしていきます。スクランブル状になったら一旦お皿に移します。続いてピーマンを炒めていきます。ピーマンがしんなりしてきたら塩昆布を2つまみくらい入れます。塩昆布の色が変わったら先ほどの卵を入れていきます。ある程度絡めたら調味料を入れていきます。めんつゆ大さじ1、火を止めます。お皿に移します。とても美味しいので試してみてね。